吹雪が高校生でダメなのに。ちょっとさ、うん、みんなだけ2人だけ入ってていい？あ、いいよいいよ。2人だけちょっと両サイド。え、これめっちゃ誰の？いいね。これめっちゃ、これさ、充電1回分ぐらいしかできない。今日モバジュールに来たのにさ、モバジュール充電してなかった。そんなことある？最悪やん。え？何やってんの？あれでしょ、ひじり。あれ、タイプ違うもんね。タイプ私は A でしょ。ライトニング。なんか寒くなってきた。ねえ、ここってさ、木島高原パーク？そう、木島高原パーク。暑いんだよ。へぇー。お疲れ様。実はここの部屋には、ご帰省がみんなじゃない？一人？あれ、みんないる？みんな、みんないます。え、7人だっけ？7人だよ、うちら今。7人だよ。うちら7人になったの。もう半分になったの、うちら。9人じゃなかったっけ？7人です。誰あと2人怖っ。誰あと2人？お化け？次まで時間があるので、そう、みんないるよ、今。15分から15分ぐらいします。下に置いたの。せっかくなんで、生大集合。え、くるみだけ？ひじりもショールーム今アインストールしちゃって。あ、じゃあひじりが始めたらくるみもしよう。待って、今頑張って。え、みんな、みんな来てる人、皆さんどうでした？あの、ご帰省のファンなら喜ぶであろう。せーの、花ちりえ。花とちりえ。花ちりえありましたけど。結構すごい集合。なんだろう。でも一人あれだよ、激エモセトリありがとう。ほんと？一人？珍しいね。みんなさ。ねでもさ、あれなんて言ってるかさ、うちも分かってないじゃん。そう、クリだ、クリだ、クリだ。あれ、クリしか聞こえんけどさ。私、ケーザーハッパーありがとう。これなの初めて知った家。あ、待って、やばい、やってなかった、それ。私、もうやばい、これやっちゃった。そうだよ。いや、違う、そうだよ。ずっとこれでやってたんだけど。ずっとこれだよ。研究生の時からこれやってた。え、ずっとこれだよ。え、こうだよね。え、カエデがずっとこうだったの覚えてる。え、カエデが癖が強いのかなって思ってた。え、このままじゃなかったっけ。そう。ジムが並んでる人がいる。え、ずるい。今の50分待ちかな。え、50分？そうだ、調べたの。高原パークのサイトから調べたら50分待ち。そう、みんなで学生来たの。その時はでもめっちゃ凍ってて、大丈夫なのなかった。5期生の配信通知がすごい。ね、ディズニー。みんな一気に。ディズニー並み。ディズニーのスプラッシュマウンテンとかの芸術の。もう乗っただって。いいな。ある。いいな。私あのギフト多分今日読めないからあんま投げないで大丈夫です。そう、ちょっと手あの選曲予想がショールームインストールで読めないかも。一人だけ。やっとショールームインストールできた。やっとだよ。え、なんか待って。え、歪んでる。グランフィナーレで落としたからかな。ね、これ通信制限来ててもさ、出るか出ないかどうなんですか。繋げてあげようか。いつもみたいに。だってじゃないとできないじゃん。よりさん。え、待ってねね。マネさん、マネさん見て。わかりませんね。イヤリングが曲がってる。あれ曲がってたの？直したんじゃない？マジで。もうなくなった1個落とした。やめてよ。そう、1個落としたからさ、よく合唱バージョンみたいな。これやめてくださいね。誰も知り合い。真ん中にあったやつ。よかった、鼻散れ。どうだった？一番、キミヤのモットでさ、あの、ダー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 がさ、一番端に行くからさ、その時にさ。やっと繋げれた。でも本当にさ、ヒジに始まったら教えて。そうそう、始めるよ。ね、シャクさん始めるよ。そう、なんかイントロから鼻散れ流れた瞬間笑ってる人がいた。ねえ、なんかさ、なんか楽しそうに笑ってた。雲行き怪しかった。そうなんだ。もう始まった？え、嘘、みんなやってるの？始めるね。でも私通信制限と充電がないから。あ、ちょっとしかできない。なんて書いてる？いや、カクカクヒジ。今。雪のじゃない？雪のさんだるまりが出るやつ。え、何これ？何これ？グランフィナーレ出ます。まーす。キックハートありがとう。フィナーレ出ました。ワンちゃん、ワンちゃん。そう、じゃあみんなであれしようよ。ノートノート、何ノートノート。通信制限、通信制限なんでちょっと今日私喋らなくてもいいかも。この話なんかの話題しようよ。なんかから前なんかでゲームする。あ、そう、木島旅行行った話しようよ。一回ご帰省で来て、そう、ね、絶対したい。 MC の話あんだってば。クリーンブランコとクルちゃんがいた方が絶対おもろいってなったやつがあったじゃん前さ。なんだっけ、寝る直前に。あ、寝る直前、あれ面白い。はい、じゃあ私 MC 行くね。はい、じゃあ MC お願いします。ちょっと待って、話すときないもん。もうちょっとこっちやるんだけど。ハイチューの、ハイチューの生クリーンブランコ。
多分ちょっと斜めに傾けた方がいい。アイリはそのままアイリはそのままでいい、うん、あーなるほどね。私の携帯よ。いや大丈夫よ。こっちこっちやっていいよ。そうだね。あーありがとう。いけたみんな。感謝感謝。で私のおいしい闇感謝感謝。いやセクシーになっちゃうから危ない。オッケー。あだからちょっとね上向き傾けたらいいね。だいぶ上。上向きの MC 始まります。上向きの MC 行きます。はい行きます。高原にこのお泊まりホテルで旅行させていただいたんですよ。ひじりのファン聞こえてる？あ見してるんだね。旅行させていただいた時にね、あのみんなで大部屋であの寝てたの。その時になんかくるみが、まあ、どっか何かをしに、うん、リビングの方に行こうとしたの。そう鼻が詰まっちゃって鼻プシを取りに行ったの。消した後ね。そうそう消灯をした後に何かを取り行こうと、そのくるちゃんがガラガラガラ式だったの。和室っていうの、あの障子みたいな。そう障子だったからガラガラガラって開けたらガタンって言って私みんなでもおやすみ2分ぐらいの時に、みんな一番いい眠りの時に、みんなちょっと 寝てるかな、寝てる、まあ、リノとかも寝てるかなぐらいだったんだけど、でも多少はみんな起きた時にくるちゃんがガタンってえ、なになにって思うじゃん、うんうん、そしたらくるみが一人で大きい障子を持ってんの。こうやって障子が外れちゃってくるみがあ、いいね、一人でね、あわあわやったり、一緒にやってもいいよ、大吉さんじゃない、してて、あわあわなってて、どれでも行かないの。そうだから、うん、私は速攻をくるみに嗅ぎつけて、うん、私あの、どこのおじさんがゴト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 って言って障子を直して、みんな、なに、なにって言ってんの。いいな、普段やったら行くから、ちょっとその時はもう無理やった。いや、違う、寝たかったから。思い出した、あの、なんか私のところだけ障子と障子の間に少し光が入ってたの。そうそうそう。でそれでもう気になってイライラしちゃって、私寝れなかったの、障子の光で。もう何って思ってこうやってなって、えどうしようと思ったら、みんなでリナと1回目があったのにこうやって、いつもいつも基本的に助けてるし、その日でもちょっといろいろあったんですよ。くるみをいろいろ助けた時のことがあったから、いやもう今日はもういいと思った。だからいわきがさ、もういつもさ、あ、なになにって感じだけどさ、秒で行ったよね、意外と速いスピードで。でも多分5時とかね、ごめんなさい、みんな寝てた時間か、そうそう、みんなその語りだから、さすがにもう眠くて動けなかった。10秒くらい、もう10秒くらい全員寝たふり、そう寝たふり。ちょっとみんな見て、娘開けて見てたもん、娘開けて、あのプルプルしてくれ、じゃんけんで勝った人から寝る時に、その時にイブとかさ、くるみはさ、もう意外と離れてる位置にいたのに、誰か近くの人が行くかなと思ったら誰もいなすぎて、しかもリナ横やったし、くるちゃんがないやんって思って、誰も行かんと思って、でもくるみがなんか一人で暗闇の中こんな慌てして帰ってんの。もうよかった、びっくりした。もうありがとうございます。修理の人も早かったよ。リュリュなんか上と下さ、ふすまこう仕切りがあるじゃん、そこにこうやってブンってすごい、いや何してんの、え直してたよね、よかった、はいみたいな感じ、業者の人みたいな。最年少よ、すごい、確かに最年少だよ。ありがとうございます。やばいな、あ頭誰が行く、うん、行くなら繋げてて、じゃあ、ま、たみんな喋っとこう、大丈夫、誰か入ってたら3分経っても大丈夫だから、喋、うん、っとくよ。リナ直しいらんもん、リナ直しいらんかも、直しいる人だけ、うん、バイバイ、バイバイ、バイバイ、切っちゃったの、え、フィナーレだけでしょ、だってあと、うん、え、15分経ったかな、まあ、経ってない、経ってないよ、ほら、いや私が切ればよかった、毎日配信してないんだよ。私もしてない、いいんだよ、みんなやろう、たまには。何人おるんだこれって、でもさ、リノが行っちゃったけど全員マスクを着て、うん、旅行の話いっぱいあるよね、いっぱいある、目覚ましとかマジでうるさかった、目覚ましとか、誰かのせいでめちゃめちゃうるさかったね。いや、いぶきのがなんかクレヨンしんちゃんのあれもダメだった、いぶきのが一番うるさかった、本当にうるさくて、しかも何回になっても起きないから、なんか一瞬で秒でみんな起きるでしょ。ちょっとみんな何の音、クレヨンしんちゃん、私一番あの普通の、テレ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 、あれはあの本当にピピピピピピピみたいな音、いやみんな朝日見えてたけど、私だけ寝てたもん、一人だけ、みんな見に行っといでとか寝てた、一人え、いいじゃん、何を、で窓の宅急便、
ああ、待って、あった気がする。マジだっけ、見たいな。どういう感じ？どっちが、あの赤いルージュだっけ？ルージュの電話。赤いルージュ。怖くね、なんか本当に。私聞こえなかったんで、目覚まし1個も。マジ？無理だと思って止めなきゃと思って、止まってたの。朝の5時くらい。止めた気がする。朝の5時くらいに。バイトリネが半分にして、ポン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 。うるさすぎて、あれも止めてた。自分のうるさくて。みんなほっとりみちゃんにしてた。5時くらい寝たのに初日で。よっせい！やだ！うるさかった。それだ。ああ、ねえ。聞いて聞いて。イブスとリナが寝坊しない理由絶対曲で来る。ちょっと。絶対それだ。テレレ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 レから始まる。イブスちゃん。すげえな。お、あ、違う違う。いや、うるさかったよね。うるさかった。暑いのでも見れないし。え、見れなかったの？見れないよ。虹見てない。やばい。なんかね、そう、あの。露天風呂があったんですよ。で、露天風呂からこう朝めっちゃ早くに入ると、あの朝日がこう昇ってきた瞬間見れますよみたいな。で見に行ったので、クルタンは眠くて結局寝てて断念して、でそれ以外のメンバーで、よしじゃあ頑張るぞ、うちら見るぞって言って、で使ってたんだけど、予定時刻を過ぎてもう全然出てこない。そうで、でも結構しかもお湯も熱いのよ。そしたらひじりがのぼせて、朝日が出てくる10秒前ぐらいに帰ってきて、なんかもう何も食べてないから、朝だから。そうだね、フラフラしちゃってたから、もう危ないからね。上がんなって言って、上がんなって言って、ひじりどっか行った瞬間、ひじりが全裸で更衣室行ったら誰かが呼びに来て、あえてが、あえてが、ひじり呼んでくるって。ひじりなんか言ってる、配信してます。何ですか？あ、わかりました。本当にマジ面白い。本当にひじり今出たよ。でも私もういい、いいってなって、結局そう、みんなだけど、なんか予定時刻ちょっとね、なんか大阪にうちらが寝たのが4時とか5時ぐらいだったのに、予定時刻が7時とかだったから、わざわざ7時に起きて、みんなでもう暑い中使って、全然二度寝したっけ。ご飯までもう一回寝た。あ、そう、したしたした、ちょっと一回みんな戻ってきて寝て、ご飯食べてから寝たくない。でも耐久レースだったね、本当に。なんかもう、でもさ、ディナーというよりも結構静かに、じゃあだからもうお風呂入って、途中も暑くてしんどくなったら、あのお風呂の縁のところに座って、アイリとディナーというよりと、アイリとディノ4人が結局見れたので、イブキもさちょっと心配してさ、多分あのフラフラしてたし、ちょっと上がりなみたいな感じでみんななって、ひじりとイブキは多分控室の方で、あーマジもらえ。でもイブキはアイチが呼ばれたから、ひじりがもう行ってきていいよって言われたから、本当に大丈夫って言ったから、ちょっと見た、行っておいでよ言われた。私は死ぬ時だけ見てくるから死ぬなよって気持ちで、全然全然ちょっと見ちゃうんだよね。だってアイチも服してなのに、出てる出てるよ、いやいやえみたいな、あなたのもそう、もうさ、でもそれ関係なしに結構頑張ってたから、みんな見えて、めっちゃ頑張った、めっちゃ綺麗だったの。でもすごい綺麗だったよ、めっちゃ綺麗だったの。あのちょっと厚めのお風呂に1時間ちょっとくらい使ってたの。結構いたから、マジでもうあれも必死に行ったけど、今考えたらなんか恥ずかしいよね。しかもなんかうちらってこの集団でやっぱ7、あのクルタンは寝てたけど、それ以外の6人で最初入ってたから、あのやっぱさこう団体みたいになるわけよ。そしたら他のさ家族連れの方とかがさ、うちらがさ、え、まだ出ない、え、どう、え、暑くないみたいな、まだ出ないって言ってるのめっちゃチラチラ見るからさ、どう、え、恥ずかしいってか思って見たいんだよね、やっぱり。みんな見たいから、みんなやるの。ただあの多分旅行に来た海外の方が朝日に感動しすぎたせいで、携帯中に持ってきて裸のままワンちゃんうちらの裸持ってるかもしれない。やばいやばいやばい、やばい、いや自撮りじゃない、あのたそのたどりでこう朝日を撮ってたから、わかんないよ、リリアルとかもしかもしれない、うちらのリリアルしね、そしたらもう外カメよ、ヌードが、じゃあ Vlog とか YouTube とかやったらさ、あげてたらやばいよそれ、やばいよ。でも多分大丈夫だよ、外っぽかったカシャカシャ
カメラ禁止じゃない。それはそうね。でもよっぽど感動したんやろうね。面白い。日本のルール厳しいって言うしね。そうね。いや確かにね。二度寝したよね、もうすぐ。日本って厳しいんだ。めっちゃ落ちてたもん。日本のカメ、日本に来たらカメラって絶対音消せないの。カメラの。アプリとかは消せるんだけど、そのノーマルカメラは消せないの。ベトナム行った時はだってノーマルカメラってカシャって言うじゃん。言わなかった。アメリカとかその海外に行ったら音消せるの。そう消せるの。盗撮とかあるから日本は。日本は盗撮防止のため。そういうこと。消せなくなってるね。違うんだ。夜ご飯みんなでカニめっちゃほじった。めっちゃカニ食べた。懐かしい。確かに。しかもさ、そのさ席がさやっぱ7人席ってないからさ、横並びの4。はい。はい。あ、はい、あ、はい、ですね。あ、すいません、ちょっとあの生配信みたいなものを。全然全然、女性の方なんで全然大丈夫なんですけど。あ、一応隠しとこ。帰った危ないこれ。こんぐらいでいい。そうそう、だからあのさ、ご飯食べる席7人席ってないからさ、あの4人と3人で座ったんだけど、あのちょうどいい感じにそのチーム H とチーム K 方で分かれたのよ、うん、でもあのリナクルタンの横で食べて、私の目の前にヨリがいたんだけど、もうクルタン、あの制限時間内の最後の方も寝かけちったね。寝てた、ちゃんと寝てたよ。眠かったもん。その横でリナずっとカニほじって、カニの匂いだけずっとした。静かにさ、もうめっちゃ食べてる。リナとリノだけめちゃめちゃカニ食べた。確かにめっちゃ作業のよ。リノがね、黙々と息吹にカニを剥いてくれる。ああ、そうだ、優しい。こうやってさ、普通に違う唐揚げとかをさ食べてて、カニあるよ、唐揚げじゃなくてカニあるよって全力で、元取る気満々やんけ。全力で横でカニ食べなって言うけど、いや、吹雪あんまカニ大丈夫で、美味しいよ、ほら。おばちゃんじゃん。元取りたい人だよ。最後何食べたでしょ、大阪ってさ。最後何食べたでしょ。そうそう、できな。クイズ。カレーでしょ。どうせカレーだ。いぶきだって言ってたの、そのちょっと前に。いや、いぶきこういう時絶対最後カレー食べるよねって言ってたから、いぶきがもうそのクイズ出す瞬間、もうみんなめっちゃ、カレーでしょ。みんな疲れてた。みんな疲れてたね、あれは。何食べるとか言ってさ、みんなさ、とか言うかなと思って、みんな。分かんない、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 結構びっくりしたよ。だってさ、お腹いっぱいなのにさ、最後にカレー食べれんのと思ったら、ちゃんと食べてたよ。すごくない？マジおもろい。マジで。でもさ、何の話もしてないのに H と K 法に分かれるの、すごくない？綺麗に分かれてた。でもさ、ゴフィってさ、優しさ全部個別だからめっちゃいいよね。もうみんなね、種類によって個別じゃない？何が？その優しさの種類。種類がね。種類は確かに違うかも。それはそう。みんな FT どっち？ MBTI みたいな。何が違う？ IN。 何が違う？それって。なんか感情的が F で論理的が T みたいな。あ、私 F です。感情的です。なんだっけ私？なんだっけ私？エンターテイナー。ジラは F F F だよね。ISFJ か ESFJ か。私なんだっけ？私なん？そんなことある？私なんだっけ？おじさん。論理学者じゃない、提唱者みたいな。あ、はい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 。ファンの人が知ってる。何だろう。提唱者みたいな。え、感情的だわ。ある感情的。INTJ。あ、じゃあ T だ。
ティー、論理的なんだ、意外、意外、論理的じゃないだ、でも確かに感情でさ、出さない、そっか、仕方ないっていう、しかもさ、なんかさ、なんか大丈夫って入った後にこうすればいいんじゃないみたいなさ、改善点を言わない、言うかも、だってリナがうーんってなってる時絶対言うもん、リナ大丈夫、でもなんとかだから大丈夫、なんとかだからこうすればいいんだよっていう改善点、 F はもう大丈夫、気合でもう大丈夫だよって、なんとかなるよっていうことだよね、わー確かに、ママ ESFP? じゃあ F だ、じゃあ F だ、 F だ、感情、論理、論理かめっちゃ論理が、リノ、リノな、でもリノなんかさ、こう怖いやつだったの覚えてる、指示官みたいな、ジャイアンだよ、ジャイアン、怖いやつでジャイアン出てくるのやばい、ジャイアン感情じゃないじゃん、感情だよ、感情だよ、わかんない、わかんない、一緒、そっかそっか、ご規定多いんだよ、ひろゆき多いな、ひろゆき多いな、ひろゆき3人とかご規定、やばいね、ジャイアンなんだっけ、ジャイアンなんだろう、ジャイアンなんですよ、あれじゃない、 ESTJ とかじゃないぽい、なんだろう、わかんないけど、T かね、名前強そう、ジャイアン、ジャイアン、くだらねえこと言っちゃう、クルちゃんこれでめっちゃ笑うから、あ、じゃあクルミは CUTE、 キュート、じゃあそろそろ直しに、そろそろお開きに、みんな面白いね、そろそろでも本当に結構面白い、これなんかじゃあもう一人みんな一緒に行っちゃう、みんな一緒に、みんな一緒、ゴーもう、じゃあ 今何時だろう、ね、もうね、今何時でしょう、今多分20何分、6分とか6分ぐらい、まだ全然時間あんの、23分ぐらいかな、あー、そういうことか、18分だって、全然じゃん、18分ぐらいだったの、今あそこにある時計、あ、ほんとだ、ね、ゲリラ配信だから、ゲリラ配信、全然時間あるね、バイバーイ、バイバーイ、まだやるとさ、他の5人のルームに行ってくれ、あ、やばい、ごめん、どうしたの、バイバーイ、また配信します、アイロン、リナがのさ、あーリナの足ぐらい、コンセント、あー、入れちゃってる、いいんだ、よりの手が、あ、私にはね、全然いい、すいません、メイク行ってきます、きました、バイバイ、ちょっとアイチのコンセント、アイチ危なかったから、ごめんなさい、コンセントってさせる、あ、そうそう、させるとこないで、近くダメ、うわ、終わりだね、え、何しに行かなきゃ、じゃあ私たちは6人もしもデスゲームでここに閉じ込められたら、までにはうちらはいよいよ終わらせる、ここでもしも全然何も通ってないから、もしもデスゲームでここで閉じ込まれて、私たちはこの世から消えたら、すごい、急にスイッチ入っちゃった、急にスイッチ入っちゃった、どうしよう、じゃあ、いぶきさん退場です、スイッチ入っちゃった、やだでも暇だもんな、直しで、カラオケしたいね、カラオケ、うん、したいね、魂の叫び、クリナ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 、最初さ、ね、今日のさ、シェッカラシカの煽りのとこさ、うん、めっちゃさ、こうめっちゃ練習してきたの家で、うん、でもさ、なんか反響とさ、あの、うん、いろんな音がさ、こう、リナの中にさ、一気に頭の中に入ってきてきてさ、タイミングでつかめんかった、ああ、ごめん、私ね、でも大丈夫だったじゃん、本当、でもさっき社長からね、社長さんからね、うん、最初、どうしたのって言われて、どうしたの、ちょっと音が、ちょっと私の中で情報が処理できませんね、でもね、でも今日みんな頑張ったからって言って、社長さんがみんなにアイスを買ってくれたんですよ、ありがとうございます、福利厚生が、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます、だいたいそういう時は私がもうみんなを代表して、うん、みんながアイス食べたいって言ってます、踊ってお願いしますとか言って、そう、私はアイス、私は食べてませんよ、安心してください、頑張ってるもんね、えらい、えらいね、写真集あるから、アイス食べたかった、うん、でもまあいつでも食べれるし、まあ、アイスできないバキバキ、確かに、うん、そうだね、アイスいつでも食べれるもんね、うん、そうだよ、うん、帰ったら食べれる、うん、終わったら撮影終わったら、うん、みんながくれる、そう、そしたらまたなんか奢ってあげるから、くるちゃんね、いぶきにね絶対財布を出させないの、うん、パフェとかね、そう、唯一の、あ、唯一
つの年下なの。ああ一緒に行こうって思ったけどダメだ。ひじりも年下だよ。無理です。ひじりはひじりも年下だよ。ひじりは大学生だから。一緒の大学生だから。そうか、うんうんうん。じゃあ終わったら何がいい。え、いいの？あ、今のなんかちょっとね。じゃあよりね、私がちょっとえ、より私がなんか必要とする結構の体験があって。え？違う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 闇金？違う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 。わかった。違う違う違う。じゃあ買いたいやつっていうか、やりたいことがね、結構30万ぐらいするの。そしたらそれをね、みんなに相談してたら、よりがかわいそうだから10万円渡してあげるよ。で、みんな、そう、みんなね、クレイマー5万円なら。今はあの倍で返す。倍で返したら倍ね。あとの教えてあげるね。ただね、買いたいんですよ。買いたいものがあるんだよね。そうなんだ。したらいよいよかわいそうだから、めっちゃかわいそう。かわいそうって言われるのが一番かわいそう。まあ、恵まれてるわ、私同期に。そうだよね、素晴らしい同期だよね。素晴らしい同期だよ、本当に。だってみんなも倍で返すなら貸すからね、ちゃんと。確かに。よろしくね。倍で返すならね。やだ。ファンの人に頼むか。こんにちは、こんにちは。いや今更こんにちはの今更感。こんにちはってくる。こんにちは、こんにちは。カラオケしたいよ。カラオケしたいね。なんかじゃあ歌おうよ。魂の叫び、魂の叫び、たとえ燃え盛る炎の中でも信じた道を進めよう。レディゴー、レディゴー。あんな人が好きなやつでしょ。クリスマスがいっぱいとか。レディゴー、あのクリスマス。気になる転校生がよかったんだよ。確かにね。初めての印象は目立たない男の子。私のせいにやってきた間の悪い転校生。本当に共通認識なんだ。ちゃんと共通認識なのやばい。ちゃんとオリジナルに忠実に私たちに送られてきた原曲資料がこれなんだよね。でもさすがにみんな公園で言う勇気ないからさ、普通に歌うって。すごい首の落とし方。あら、オッケー、大丈夫。いらない、いらない人は大丈夫ですか。いらないですのし、うん、あ、大丈夫。あ、どうしようか。別にでもそんなやばい。でも、あ、でも巻きは取れてる、取れてるかも。くるみは、くるみは大丈夫。ニュアンスって感じ。拙者はじゃあ行こうかな。じゃあアイルも終わろう。そっかな。みんなで読もう。13位1人ずつ。はい。私が13位何々さっきの。ああ、そういうことね。いきます。はい。13位焼きごじ、ありがとうございます。ひろゆきさん、あ、ごめん。ジャガーさん、ひろゆきさん、たっちゃんさん、ルーさん、ありがとうございます。12位神崎正和さん、ブランさん、のぐっちゃんさん、フランさん、ゆうたけさん、ありがとうございます。11位バッサーさん、ケンさん、キドッチさん、ネオレスさん、トモモ、ありがとうございます。10位マサミヤさん、チャカホリさん、ウメッチさん、マキイサさん、アキトさん、ありがとうございます。9位長寿郎さん、ニシケンさん、ジンジンさん、キョさん、モンモン、変わっちゃった。ありがとうございます。やばい、変わっちゃった。やばい、ダイちゃん、変わっちゃった場合どうする。8位からいこう。ジンジンさん、ゴーちゃん、しぶきくん、ありがとうございます。7位有田キリキリマイさん、昔は美少年さん、チーモンゆうり姫さん、イーさん、昔は美少年さん、ありがとうございます。あ、なんか気持ちいいぞ。6位すみさん、クロちゃん、ぞうきんさん、ひらしさん、ゆうゆう、ありがとうございます。5位まさしさん、フランさん、たーたんさん、しむさん、しゅんさん、ありがとうございます。4位フランさん、ぶんた、ヘルシアさん、バウチさん、よっち、いろちゃん、ありがとうございます。3位ラブ北海道さん、マシア、 MJ さん、ただの魚さん、遠い、りのちゃん、ありがとうございます。2位ただの魚さん、 MJ ジュンヤさん、ポクピグさん、たっちゃん、フランさん、ありがとうございます。1位エイカさん、ゆうし、かくへいさん、けんちゃんさん、MJ さん、ありがとうございます。
皆さんありがとうございました。ありがとう。私14位バラ、13位ジェイさん、ありがとうございます。ルーキさん、キドッチさん、梅っちさん、アリマルちゃん、ありがとう。でランキング変わっちゃったんだけど、クロちゃんもありがとう。読んだかなこれ。ありがとうございました皆さん。最後のグランドフィナーレ。ではでは、バイバーイ。バイバーイ、みんなありがとう。